EEC135 のフェネストロンフェネストロンあるいはファンテールはヘリコプターの回転翼の反動を打ち消すためのテールローターと同等の働きをするダクテッドファンである。原型は手動ア,アシオンによって考案された。フェネストロンの構造従来のテールローターが2枚、3枚、内し4枚バネ程度であるのに対してフェネストロンは不等間隔に配置された8枚から18枚の羽根で 構成される。羽の直径が小さいため、従来のテールローターよりも高速で回転する。そのため、音は羽が不等間隔に配置されているのは、一定の回転域において共振しないようにして、互いの振動を打ち消し騒音を軽減するためである。フェネストロンは、ユーロコプターの商標である。フェネストロンの名称は、現代フランス語でコマド、を意味し、 さらに語源を遡ると、ラテン語の窓に由来する。フェネストロンは、1960年代以末に、手動アビアシオンによって、後の SA341 ガゼル、SA341、342である SA340 の試作2番機に、初めて搭載された。手動アビアシオンがアエロスパシアルに合併され、ユーロコプターになるまでに、 数多くのフェネストロン搭載機が世界各地で使用されてた。ユールコプター時代には EC120、EC130、EC135、EC155 EC EC スーパードーファンや最近では小型のレシプロエンジン式のカブリ G2 などに採用され、エアバスヘリコプターズ以降も継続して販売されている。アエロスパシアルの特許期限が切れたこともあり、他社での採用例がある。 2004年に中止されたアメリカのラマイナス -66 コマンチやロシアのカマイナス -60 日本のマイナス1メガヘルツ2000などで使用されるこれらユーロコプター以外のヘリコプターではフェネストロンではなくダクテッドファンテールローターと呼ばれるフェネストロンの欠点の多くは通常のプロペラに対するダクテッドファンの欠点である詳細はテールローターの効果喪失を参照 ありがとうございます。